こんばんは、ガルネルスです。いや、今日はたくさんお集まりいただきありがとうございます。楽屋で、会場入りが始まってからの様子を楽屋で見ていました。後ろにカメラがあってですね、映ってんですよ、ステージが。最前列を確保しようとして一生懸命走ってる皆さんの姿を楽屋で見ていました。なぜかみんなこうやってました。いや、そうやってね、楽屋ではなんとかくつろいたんですけど、いざこう幕がドロッと落ちると、おおっていう感じで、身が引き締まる、気が引き締まる思いで始まりましたけども、またヘビーメタル的な MC じゃなくてすいません。今さら似合わないでしょ、僕がドラーとかうーとか、ね、後でね。いや、今日は本当ツアーファイナルですから、ツアーファイナル東京ということで、皆さんぜひ楽しんでください。ガルネリをよく知ってる皆さんならもうお分かりだと思いますが、ファイナルということで、あちこちにカメラがセッティングされております。きっとみんながいい顔で乗ってると映像でも使われるんではないかと思いますので、会場入りの様子を見せたら、思ってるより女性が多いんで、とても嬉しく思います。嬉しく思いました。ありがとう、さよなら。ありがとう、本当にお疲れした。さあ、そう、疲れてんだよね。いや、フェニックスライジングをリリースしてツアー入ったので、今日はフェニックスライジングしかたまやりますから、みんな楽しんでください。では早速、スピリットオブスピード、
ありがとうございます。ちょっと水飲みすぎちゃって水っぱらになっちゃった。あと腹へこまさないと。いやいやいや、皆さんどうでしたか。この1年はいろんなことがありましたけども、もう12月ですよ。本当にすいません、何も MC 考えてないのがバレバレな入り口の感じで、困った時の季節ネタ、困った時の天気ネタ。いい天気ですね今日は。朝起きてそんなに晴れなくてもいいのにっていうぐらいの晴れで、自宅のベランダから富士山がよく見えたので拝んでおきました。それ何のリアクションなんだそれ。いや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 、本当に何ですか。あ、晴れ男ありがとうございます。ちょっと待って、え、雨男でしょ。雨男なんですけどね。いや、シュウ君も雨男なんでしょ。僕は知りません。にしても、にしてもね、今日は晴れてよかったですね、ほんまにね。本当です、うん、ありがとうございます。きっとね、ガルネリライブ行こうかな、どうしようかなとか、あ、この日仕事が入りそうだけど入らなかったら行こうかなとかっていう人、ね、当日券で行こうと思ってた人なんかは今日の天気でね、よし行こうと。でもあんまりさっき言ったように、ここまで天気良くなくてもいいのにと思ったんだ、これだけ天気と、ガルネリよりディズニーランドじゃねみたいな人もいるんじゃないかと思って、ちょっと心配しちゃったんですよ。え、ガルネありがとうございます。いや本当にありがとうございます。アキンドみたいな、ありがとうございます。あんまりフラフラしてると怒られそうなんで、さあシャキッといきたいと思いますけども、今回のツアーでは、まあもちろんフェニックスライジングはリリース後初めてツアーでやるわけですから、そういう意味では初めてなんですけども、他にもアルバムに、今回フェニックスライジングに入ってない曲をでもちろんやってます。その中でまあちょっともうご存知の方多々いるし、なんか配信もされてるようなんですが、こっちの曲を。絆。
Thank you.
ありがとうございます。
ね、あ、本当はそういうことだったのかみたいなね。あ、もう言わなきゃ忘れてましたね。いや、いろいろあるわけですよ。さっきね、俺何話してたんだっけな。そう、おかげさまで今回は前回を上回る、なんて言えばいいですか、入場者数、まあ、本当ありがとうございます。ありがたいですね。ありがたいです。本当にもうこの調子でガルネリランドとか作りたいですね。ガルネリランド今日の入場者数とかでね。あ、無理無理。ガルネリランドいや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 、いろいろ想像しちゃった。今何があるんでしょうね、アトラクション。何ですかね、何があるんだろう。え結構ベタやな、そこらへん。ガルネリランドね、何でしょうね。タカさんを喋らせたら勝ちみたいな。ああ、なんとかね。あれ珍しく こんな答えちゃってる。なんかご機嫌やね。なんか俺ちょっとキャラ変えようとしてるでしょ。もう本当にしつこいぐらいいますけど、何にも喋んないのになんでこんなキャーキャー言われても、本当にもイラってするよね。ベースが上手いからですよね。もう本当に、いや本当ですよ。もうでいつもついついね、僕は一番ガルネリ下っ端なんでとか言ってたけど、よく考えたらこの人が一番下っ端なんですよ。一番加入して年数が浅いんですから。俺のがね、多分何ヶ月か多いんですよ。ね、はい。なんだかんだ言うて ね、もうなんかね、翔さんとタカさんが入ってくれてから、まあ止めどなく活動してるわけですけど。本当にね。ね、レザレクション発売されたちょっとこの前かな思ったら、もう何年前？五年前ぐらい？あ、ちゃうか。で、フェニックスライジングってアルバムもできたでしょ？ね、で絆も配信されたでしょ、うん、で来年1月にまたミニアルバム出るでしょ、うん、しかももう結城さんも38曲ぐらいあと書いてるし、で俺なんてもうなんかもう1058曲ぐらい作ってるし、すごい。もう1058曲もう今にもアルバムができそう。またでね、まあ今回のフェニックスライジングってアルバムが、10月5日ですよね、発売になったのがね。で、予定として目標の予定として、10月5日に来年の発売しようという、え、新しいアルバムをね。それはフルアルバム、うん、あら、日程までという予定で。ってことはっていうことはまた止まらないよ。ミニアルバムが出る頃にはもうフルアルバムのことが始まっているみたいな。やばいっすよ。あららら、もうね、そうそうそう、もう来年の今頃は俺はもう10万32歳になってるし。ね、でもまだ10万32なんだ、いいなぁ。今はもう31アイスクリームやからね。ここはちょっとネタとしてね、まだいける。じゃあ俺は今44マグナムだ。違う、他に浮かばなかった。かっこいいじゃないですか。かっこいいですね。ずるいわ、ええ、まあアイスクリームは可愛いということでね。可愛いですね、うん、ありがとう。ね、そっか、来年のアルバムか、またいや、ありがとう。もうだから軽くジジ扱いでしょ。そうなんだけどね、仕方ないよ。仕方ないよって誰に言ってんだろう。いや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 、もういいんですよ、そうやってからかうんじゃない、大人を、本当に。だからそれも言ったけど、若いよっていうのは若い人に若いよって言わないでしょ。年寄りだって一回認めた後に、あ、でも見た、思ってるより若かったなってことで若いよとか言うわけでしょ。一回年寄りってあなたは認めてるんですよ、心の中で。俺も認めてるから、それはいいの、いいの。とりあえずね、頑張って声が出るまで、お前はいらないって言われるまでガルネリに居座るつもりではいるので、
何でしたっけ、そうだライブやってるんですよね、俺漫才やってんじゃないかそうですよ、ライブですよ、歌ですよ、歌わないと演奏しないと。さあ、それではガツガツガツっと来ましたので、ここから見てると随分一列の目の方もぐいぐい後ろから押されて大変だと思いますが、少しバラードなんぞで、バラードなんぞで落ち着いて屈伸運動でもしていただいて、ウィンドブローズ。I'm not sure.
Thank you.
ラストマンといきますか。みんな一緒に叫びますか。
皆さんのやるべきことをご説明いたします。歌詞は We wanna bash out all night long。 DVD になるときはここの説明は多分カットされてると思います。We wanna bash out all night long。 まあ一回やってみます。 1, 2, 1, 2, 3, 4。まあ、分かんなかったら何か叫んでてください。わーっとありったけの感じでいってみますか。ショーってことですよ。 We wanna bash out。 騒ぎましょう。騒ぎたい、騒ぎたい、楽しみたい。もっといきますか、もっといきますか、もっといきますか。 1, 2, 1, 2, 3, 4。
「あの場所にあなたが渡した」
ありがとうございます。やっぱり下っ端じゃない、一番下っ端じゃないはずなんで、やっぱお前が行けっていうことで、ね、お前が適当に喋ってこいと。さあメンバーを呼びましょう。誰から呼びましょうか。親分から呼ぶの。多分シュウ君はその一番最初に呼ばれることを予想してないから、多分あらばーはーって楽屋でやってると思うから、まあ結城さんから行こうかな。ね、来てるかしら袖に。もしかしたら楽屋で聞いてわーって来てるかもしれない。結城さんです。業務連絡、業務連絡、結城さんです。結城さんよろしくお願いします。結城さん、しかし俺も1000人以上の人の前でよくこんなペラ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 喋りますよね。本当に恥ずかしいですよ本当は。俺本当に結城さん来ないけど、どうなってんのかしら。あ、大丈夫。じゃあ改めてキーボード結城さんです。ありがとうございます。いや、なんかこんな大勢の方に集まっていただいてめっちゃ感謝しております。ありがとうございます。もう皆さんを一人一人抱きしめてあげたいぐらい感謝してます。ただそれはできないので、小野さんを抱きしめます。じゃあ結城さんと抱きつきたいなと思った女の人は代わりに僕が抱きつくということで、ここは一つ何？男は嫌ださあ次はですね、ベースかな、タカさん。時間ばっかり使っちゃって、普通よく考えたらこういう時はドラムから呼ぶんでさね、なんかちょっと気分でこういう風に呼びたくなっちゃって。ドラム11さんです。いやね、これね、ガルネリのアルバム年々テンポが上がってます。年齢も上がってます。頑張ります。いいな、メルシーって言ってね、俺も一発ギャグなんか考えたいな。さあ、じゃあギターですね、シュウ君。今日はみんなこれを着ると思ってこれ着てきたんだけど、意外とグレーも着てましたので、随分長く喋っちゃってる気がするので、ふっと曲に行きたいと思います。あ、ファーフディスタンス。守るべきもの、叶う
You just believe in the light to forget the altitude.
みんなで一緒に歌いましょう。